皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。今回は、等身大ウルトラマンについて紹介をしていくぜ。ウルトラマンって人間よりもはるかに大きくない？そうだな。でも、時にはそうじゃない場合もあるんだ。ということで、等身大ウルトラマンについて詳しく紹介するからぜひ楽しんでってくれよな。それは楽しみね。紹介してちょうだい。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。等身大ウルトラマンとは、ウルトラ戦士が人間と同じ身長に変身した状態を指すんだぜ。人間と同じ大きさのウルトラマン？ああ、ウルトラシリーズには通常サイズが等身大の宇宙人も多く登場するんだが、それに対抗するウルトラマンが等身大のサイズに変身することが少なからずあるんだよ。人間サイズの相手だとウルトラマンも周りに被害を与えず戦うのは苦労するわよね。だろ？あとは、演出上地球人と一体化する時のウルトラマンは等身大で現れる場合があるぜ。とはいえ、ウルトラシリーズはあくまでも巨大怪獣との戦いが売りだからな。一部の作品を除いて頻度はそこまで多くはないんだぜ。ふむふむ。それで、今回は等身大になった戦士を紹介してくれるってことね。ああ、ということで最初に紹介するのはウルトラマンだ。28話で登場するダダが使用したミクロ火器によって等身大にまで縮小されたが、体の大きさを自由に操ることができるウルトラマンには効果がなく、すぐに元の大きさに巨大化されてしまったぜ。初代から等身大になっていたのね。ミクロ化の効果が効いていたのか。そもそも等身大のダダと戦うために自分の意思で等身大になったのか。これは議論の題材にできそうね。ちなみに、ミクロ火器は後年の作品に登場するダダも使用しているが、残念ながらウルトラマンに効果的な結果は出していないんだぜ。巨大化できるウルトラマンにとってはこの武器は弱すぎるしね。次に紹介するのはウルトラセブンだ。実は最も等身大化の頻度が高いウルトラ戦士なんだぜ。そうだったの？全然イメージがないわね。まあな。だが、劇中では等身大の宇宙人と戦闘することも多く、室内や乗り物の中などでしばしば等身大で活動しているんだ。そして、等身大の状態で人間と会話でコミュニケーションを取ることもあったぜ。等身大ウルトラマンが好きな人にとっては最高の戦士なのね。また、ウルトラセブンには、セブン上司という等身大しか披露されていない。ウルトラシリーズ通しても珍しいウルトラ戦士も登場しているぜ。この人って、公式に忘れられた。ウルトラマンジャックは32話のキングマイマイ回で、トンネルに閉じ込められてしまった少年を救助するために等身大に変身したことがあるな。人間を救うために等身大になってくれる寛大な心の持ち主じゃない。救助した後にトンネルの入り口で巨大化してたから、トンネル内で巨大化した際の被害も考慮した上での行動だと思われるぜ。なるほどね。等身大のメリットを活かしてるわね。ウルトラマンレオは、ブニョによって捕らえられた際に変身を強行するも、自身を縛っていた宇宙ロープの影響で等身大にしかなれなかったんだ。ウルトラ戦士の巨大化を防ぐアイテムがあるっていうのは驚きだわ。この後レオは等身大サイズで氷付けにされてしまった上に、ブラック指令によってノコギリでバラバラに解体されてしまったぜ。これってウルトラ戦士を倒す方法としては、かなり有用な作戦なんじゃないかしら。ザ・ウルトラマンに登場した U40 のウルトラ人たちは、全員がウルトラヒューマノイド、つまりウルトラマンとしての姿への変身能力を持つが、巨大化できるのは選ばれた勇者のみであり、通常は等身大なんだぜ。みんな大きくなっているんじゃなくて、巨大化できる人の方が少ないのね。ちなみに、本編では勇者でないアミアが無断でスターシンボルを持ち出して巨大化していたから、U40 のウルトラ人たちもアイテムを使えば誰でも巨大化することはできると思うぜ。このスターシンボルに巨大化に必要なエネルギーが詰まってるんでしょうね。ウルトラマン AT は39話の鉄音階で変身した際に等身大の姿を見せたぜ。この後、鉄音の体内に侵入するためにミクロ化したから等身大の姿は一瞬だったけどな。本当に少しの間だけ等身大になっていたのね。次に紹介するウルトラマンティガはなんと、数少ない等身大専用の変身バンクが存在するウルトラ戦士なんだぜ。等身大専用の変身バンク？めちゃくちゃレアね。だろ？13話のレイビーク星人戦で等身大化した際には、初めて等身大のティガを目撃したホリーが動揺するシーンがあったな。等身大化自体は以前にも行っていたんだが、その時は目撃されていなかったからな。そりゃあ、あれだけ大きかったウルトラ戦士が等身大になったら驚くわよね。
ウルトラマン第7話17話と25話で、アスカがピンチになった時に変身していたぜ。危機を脱するにはぴったりね。17話のシルバック星人戦は変身されたことで形勢が逆転してしまい、第7光線で消滅させられてしまったぜ。等身大でもウルトラ戦士の光線は強力ね。25話のディゴンは黄色い目をした緑色の半魚人の姿をしたいわゆる戦闘員で、強靭な腕力を生かした集団戦法で敵を圧殺するんだが、さすがに第7にはかなわなかったな。怪獣ほど恐ろしい相手じゃないし、等身大で戦うのも納得だわ。ウルトラマンガイアやウルトラマンアグルは、互いに等身大になって戦ったことがあるぜ。とうとう等身大のウルトラマン同士で戦闘が、これはかなり珍しいパターンだったな。その前の等身大サイズのガイアを上から見下ろすアグルも見物だぜ。それにしても、思ったより等身大になっているウルトラ戦士が多いわね。次に紹介するウルトラマンコスモスは、17話で3面異次元人ギギによってミクロ化された人々を救出するために等身大化したんだぜ。ただし、この時は武蔵がミクロ化していた状態で変身したため、そういう意味では巨大化していると言えるんだ。普段なら等身大化だけど、状況的には巨大化しているわけね。ウルトラセブンツーワンも等身大での活躍が多いな。セブンツーワンには地球上で活動する際に決まった地球人の姿はなくて、その時々に応じて様々な姿をとっているのも珍しいよな。セブン系列は等身大になる頻度が高めね。ウルトラマンネクサスは、ダークファウスト戦で等身大化したが、すぐに巨大化したぜ。なんですぐに巨大化しちゃったの？メタ的な事情としては、当初は等身大での対決も予定されていたが、撮影時期が真夏の炎天下でスーツアクターに負担がかかることから没になったという経緯があるんだ。いろいろリアルな理由が重なったわけね。ウルトラマンマックスは、最終話で地底世界から水木を連れて脱出する際に等身大に変身していたな。何かと小さい方が便利なこともあるわね。ウルトラマンメビウスは、27話の電脳世界で暴れるゼットンに挑む際、等身大になってからデジタルデータ化していたぜ。デジタルデータになっている点も気になるわね。ウルトラマン光は35話にて、ババルー星人を追って地球に再来した時に等身大化しているぜ。この等身大サイズのハンターナイト剣はババルー星人が化けているのね。ウルトラセブン X も今までのセブンの名を持つ戦士同様に等身大に変身し、適正宇宙人に立ち向かったぜ。人間サイズの宇宙人には、やっぱり等身大よね。ウルトラマンゼロは、ウルトラ銀河伝説外伝ウルトラマンゼロ VS ダークロックスゼロでは、体力温存のためかこの状態で岩に鎮座していて、偽ウルトラ兄弟が出現した際に巨大化したな。等身大だと体力の消耗が少ないとかあるのかしらね。どうだろうな。また、ウルトラマンジードでは、事故に遭ったレイトを助けるために病室の枕元に現れたぜ。いきなりゼロが出てきたら驚いちゃうわね。ウルトラマントレギアは、殺し屋のガピア星人アベルとの契約時に、相手の要望で姿を晒した際に等身大に変身したんだ。その後、握手した手に油が付着していたらしく、不快感をあらわにしながらハンカチで手を拭いていたな。あのトレギアがコメディみたいなことをしている。ウルトラマン Z は、緊急時や等身サイズの敵に対して応戦する際に等身大に変身できるんだ。ただし、この時は Z がウルトラ緊急事態としてハルキの体を奪って無理やり変身させているぜ。ウルトラ緊急事態、よっぽどのことがないと等身大にはならないみたいね。ああ、通常の戦闘での活動時間は3分だが、この姿ではエネルギーの消耗がウルトラ激しいんだ。つまりハルキの体にも負担が大きいとのことらしく、50秒しか変身を維持できないんだぜ。本当にホイホイ変身できないじゃない。活躍としては、7話にてバリスレイダーとの戦闘にて初披露し、Z のオリジナル形態での初白星を挙げたんだぜ。また、10話では基地に侵入してきたバロッサ星人に対し変身したが、返り討ちに遭ってしまったな。やっぱり慣れない体での戦いは厳しいのかしら。さらに22話では、3代目バロッサ星人との戦いの際に変身したな。3代目が弱かったこともあり、50秒もいらないと豪語して追い詰めるも、諸事情があって3代目が巨大化したため、そのままアルファエッジへとウルトラフュージョンしたんだ。波の相手なら圧倒できる強さはあるわけね。ちなみにこの時、オリジナルの状態からビルを突き破りながら巨大化してウルトラフュージョンする描写があったぜ。ちょっと珍しい描写じゃない。そうだな。あとは、映像作品で主役ウルトラマンが等身大に変身して戦う展開は、ウルトラセブン X 以来実に13年ぶりだったようだな。
多くの面で珍しい等身大化だったわ。ウルトラマントリガーは、ウルトラマンデッカーにて月面基地でのゾンボーグ兵たちとの戦闘で変身したぜ。デッカーと共にゾンボーグ兵たちやスフィアに取り込まれたヤプール人を撃退したんだ。本編じゃなくてデッカーに登場した時に等身大化したのね。っていうことは、もしかしてデッカーも？ああ、最後に紹介するのはウルトラマンデッカーだぜ。ライバッサーとの戦いで変身した際、ぐんぐんカットがあったにもかかわらずなぜか等身大で、そのまま幼体と交戦したぜ。カットが入ったのに等身大って混乱しちゃいそうね。ちなみにこの時に視聴者につけられたあだ名がウルトラマンチッサーだぜ。ああ、デッカーなのに小さいからチッサーね。そういうことだな。もっと詳しく説明すると、このあだ名が付けられた発端は、デッカーさんは本編劇中で、当時名前を知らなかった他のガッツセレクト隊員に対して、デッカーの名前を口にしたアスミカナタが、でっかくて、かっこいいからとごまかす場面があったからなんだ。ふむふむ。それで？これを見た一部の視聴者が、それならチッサーもあるのでは？とネタにしたことが発端となっているんだぜ。そして、約2ヶ月後の忘れた頃にネタが現実のものとなってしまったわけだな。2ヶ月にもわたる壮大なストーリーだったわけね。また、ウルトラシリーズでも珍しく、当初は等身大に変身したこと自体にデッカーが困惑していたため、それで余計に小ささが際立って、ウルトラマンチッサーやウルトラマンチッチャーがしっくりきてしまったのも、一因かもしれないな。チッサーもチッチャーも妙に言いたくなるわよね。そして、一度は等身大になったデッカーだが、19話でゾンボーグ兵を相手する際に等身大へと変身したんだ。今回は慣れていたのかしら？ああ、今回は自分の意思で行っていて、同じく等身大で変身したトリガーと共に共闘したぜ。正真正銘のチッチャーになったわね。ということで、これで等身大ウルトラマンの解説を終わるんだぜ。これからも等身大ウルトラマンは出てくると思うし、その時はまた紹介してほしいわね。そうだな。今後の活躍も要チェックだぜ。楽しみね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。